はい、おはようございます。玉名はなおやのパイロットになる。始まりました、えー。この番組は毎週木曜午前11時 FM 技能案、えー。そして毎週火曜は午後7時で FM 都にて放送しております、えー。飛行機のパイロットになるための情報をお届けする番組です。えー、今日はですね、これからパイロット資格を取得する人。 またはすでに取得をした人に向けての、えー、アドバイスということでお伝えしていきたいと思っています、えー。今日はちょっと真面目にですね、えー、訓練の話を、えー、お伝えしてようかなと思っています、あのー。たくさん質問があって、えー、個別に相談も乗りながらですね、いろんな情報が溜まってますので、その辺を今日はにしたいなと思っていますあの。先ほど Facebook にも挙げたんですけども、10項目ですね、英語の勉強法、えー、航空の知識の勉強の方、えー、そうして、えー、飛行機の 操縦技術の勉強の方法、えー、免許を取って次の家庭に住みたいという方、そして、えー、ケーキの勉強の方法、資格取得の後の訓練方法、で我々は教官取得っていうのをぜ大前提にしていますけれども、教官取得までのお得な勉強方法、そしてアメリカの事業用をお得に取得する方法などなど、えー、110項目にわたってお話ししていきたいと思ってます。えー、今日も生放送でスタジオから どうぞお送りいたします。それでは皆さんこれから1時間ほどお付き合いください。 本当ですか。はい。あ、だからこの間熊本の植木の話がわかったのかな。<ー>ちっちゃなウイすなんか天気が悪いと花が花 <laughs> の調子が悪い,いや。先週もなんか花が伸びてないけど。あ、あ、聞こえてるんだ。まあ、あ、聞こえてます。そうかそうかそうかそうですね。 あ、かずきさんもおはようございます。かずきさん、はい、そうです。はい、かずきさんは、えっ、ー、と、四国から、えー、参加していますね。ありがとうございます。というこ、ん、とで、じゃあ、放送始まったら、届きましょうし。ううしましょう、ね。そうか、リーパーさん、熊本なんですね。熊本空港では。お世話になりましたよ本当に、<laughs> 半年ぐらいいたかな、も、うん、っといたかな。うん、いい、いい空。 もう厳しいの話が終わってからさ、う、はい、ちの訓練生から、はい、漫才ですかあの時は真面目な話し,してなかったな、真面目な話するつもりでなんかどん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  <laughs> おかしくなって。<laughs> <笑><笑> はい、えー、早速、えー、コメントいただきました、デ、え、ィ、ー、ーパーさん、和ズさん、えー、ありがとうございます。やはりディーパーさん、熊本なんですね、あの私も熊本空港の、えー、訓練所で、ですね、えー、約半年間ちょっと、えー、飛,んでし飛んでました、すごくいい場所だった子供もを植えてます。 えーっとですね今日コメントにも答えながら、ですねこれから10個の、えー、項目について、えー、お話をしていきたいと思いますけれども、あのー、ねまなみさんともちょっと、はい、今日はじゃあ、お忙しいで、巻き巻き巻きをしながらいきたいと思います、ねはい。よろししくお願いしますしえと質問の中でやっぱり一番多いのが、われわれ、英語を母国語としない人たちが、じゃあ、どうやって英語を勉強するかっていうところなんですけれども。 これ、えっとまあ、自分の経験もあるんですけどもあの基本、こんなふうに考えたらいいと思うんですよね。あの皆さん、日本語しゃべるじゃないですか、はい、当たり前のように、はい、どうやって日本語を勉強したんですかっていうことを考えて勉強してないはずなんですよ。そうですね勉強,はし,な勉強はしないですよね、よね赤ちゃんが言葉を覚える過程って勉強じゃないんですよねただ聞いて真似するだけそこからスタートすべきだと私は思ってますすひたすら聞いて真似する。る、はいうんうん もうそこですね。ひたすら聞いたものを真似する。もう極端な話、うん、そのスペルも分からなくていい。うん、書けなくていい。耳から入った言葉を喋る。ある程度もちろん必要ですけども、はい、その勉強勉強に行っちゃうとそうなのかなと思って、はいえー、アドバイスをしていますで。もう一つは、例えばよく言うのが、海外に行けば、あの例えば、ね、誰もいないところに行って、まあ、誰も日本人がいないところとか、はい、日本語が使えないところに行ったら、あの勉強できるよねっていう。はい いいう話もあるじゃなですかでもそれ現実的にすぐやると無理じゃないですかその環境をあえて自分でもう周りには日本人がいない日本語が使えないって環境を自分の中で設定する例えばもちろん周りいるじゃないですかいるんだけども日常会話はしますよねただふと一人になった時にここはもう外国なんだということでもうすでに英語で考え始める自分が今ボーッと考えていることとか 喋ろうとしてることとかっていうのを英語で考えるっていう,もう思考回路変えるんですよできなくてもいいんですよ、はい、や,やろうとする意識がないと本番の時喋れないのでい、はい、意識を持つところから、まあ、まず始めてブツ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 自分の日常生活を実況すればいいんですよはいうんああの私もでも大学の時に、うん、あの英語を学んだ時に、うん あの友達同士で今から日本語喋っちゃだめってやってましたですよねやっぱりそういう環境で必要ですよね、うんはい、その瞬間みんな黙りません、はい、誰って、はい、いやだ黙れとは言ってないけど、うん、みたいなでもその発想ってすごく大切だと思いますね、うんえー、なのであの、まあ、そういうやり方あとはよくこれあの話をする中であのどうやって英語を勉強したんですかって聞くと英語勉強あの映画を見てますと。 アメリカ映画を見てますって言うんですけども、はい、これもやっぱり人それぞれやり方があると思うんですがこれ私なりのやり方なんですけども、はい、あのいきなり字幕なしで英語だとやっぱり難しいじゃないですか、はい、なのでまず最初字幕でいいと思うんですようん、うん、もしくはすでに知ってる映画ストーリーを知ってる映画、はい、っていうのを字幕なしにしちゃうとかうん、うん、あえて字幕を入れるんだったらあの今の場合ほら、えっと、英語の字幕って入れられるじゃないですか。はいあ 映画館に行くんじゃないですよ。DVD とかそのオンラインで見るやつで、うん、英語の字幕をしてあこんなふうに言ってるんだとか、はい、音声は英語で、まあ、かつ字幕も英語ってことですよねも、うん、私も実はこれもやってましたさすが英語が違いますね <laughs> <laughs> そうそうそうあのディズニーとかみたいなのが分かるやつでやってたんですけどうん、うん、やっぱりあのストーリーが分かるだけあって、うん、ある程度 この単語はじゃあとかかりますよねこんな単語使うんだとかこんないい回しするんだってやったらそこを今度パクるんですよ真似するんですよ聞くだけじゃなくてあなるほどじゃなくてそのタイミングをどっかで使うあ喋る。喋る実際に一回絶対使う一回使うと慣れてくるんで。 そういうのをふ普段から考えるようにした方がいいのかなっていうのとあとは辞典使う今ないか今昔こんな辞典がありましたけど今全部アプリかなすみません我々の辞典こんな分厚い辞典だったんだけど自分「a え辞典」っていうのを使ってましたああて a え辞典使ってましたこの言葉をどんなふうに英語で言い換えるのかっていうのを使ってました勉強になりますっ飛行機の訓練のた 実際の話、訓練生が教官にある単語を知りたいわけですよ。はい、でもそれが表現できなくて、他の言い回しでこれって何って聞くんですよ、はいで。それに対して教官、あ、そのことねっていう会話が成り立つときに、知りたいことを描写しないといけないんですよね。ああ、はい。あるものに対して、例えばマイクロフォンってときに。はい マイクって言葉もし分からなかったら、はいうん、えなんて言うんだったっけほらスタジオでさあ,のある道具でさ、うん、ってよくあの喋ってその説明の文章っていう言葉を英語で考える人だったらまあ一つあの頭で考えるようになるのかなというのがありますね。ディーパーさんそうですねそれこそ日本語は親から周りからスピードラニングそうですよもうひたすらディーパーさんその通りですうん、うん、ひたすら周りから聞いたのを耳でパクる。 耳でコピーするっていうところですね子どもがそれがやっぱりすごく能力がいいので若ければ若いほどいいとそうやって英語を学ぶ方法があるとはいいうのがまず一つですねはい次いきますかゆっいきますかではじゃあ次は航空知識の勉強方法自家用操縦士とかちょっと専門用語になりますけれども自家用操縦士とか景気飛行証明とか えー、そういった勉強するにはもちろんテキストもありますでも手っ取り早いのはビデオですあビデオ動画です<ー>、はい、あやっぱりこういう実際に動画とかで見た方がアニメーションで出てるしコンピュータグラフ CG でも出てますし、はい、すごく分かりやすくなってるんですね<ー>そのビデオ教材がもう本当に何社もあるんですよ、はい、で本当に数万です 23、うん、万とか、はいうん、お5万もしないと思いますね、うん、そういったビデオ教材を買ってで見るとでこれって自分の好きな時に本当に iPhone でも見れちゃうので携帯端末でもで、ね、好きな時に好きな時にいつでも見れるという、うん、何度でも繰り返せるとじゃあそのビデオって何の目的でやってるかというとほとんどのその作ってるところがえっとそのパイロットになるための知識なんですけど、はい、学科試験に合格するための知識だとかうん、うん あとは口述、えー、審査に合格するための知識だとかそういうのをもう徹底して教えているんです、ね、なのでもうそれをひたすらもちろん英語なので、うん、英語の、はい、ヒアリングの勉強にもなるじゃないですか、はい、なのであのそれはもうとにかく聞きまくるとでそれって全部で例えば自家を操縦士コースっていってもせいぜい十何時間 11,、はい、11時間ぐらいかなぐらいしかないんですよ。はい 11時間一回聞いて覚える人はどこもいないのでアメリカ人で無理なのでそれを何回も何回も聞き直してもうさっきの映画みたいに覚えちゃうセリフを覚えちゃうというイメージでやってもらえるといいのかなと思いますね。なるほどもう本当にもうビデオの世界ですよやっぱり文字でテキストとかで文字でやるよりは断然頭に入ってきやすい感じは耳で聞ければですねはい。 逆に文字でやっちゃうと文字が読めなくて分かんないし時間かかるし調べようと思うと時間かかかるじゃないですイメージもできないし見ながら言葉は分かんないんだけど喋ってるバックグラウンドの絵とかアニメーションとかで推測するこんなこと話してるのかなって言ってあなんかさっきから同じ言葉出てきているけどこれってこのこと言ってるのかなみたいな調べなくていいんですある程度分かってきますよね。多分 これ多分とかそそ推測推測ですよ、全部が全部理解する必要はないのでなんとなくこんなこと話してるなあがそれがだんだん、なんとなく広まっていくんですよ、100%理解しようと思ったらあまり進めないので例えば、これさっきの英語の話になりますけれども、英語の文章を読んでてわからないこと一つ一つ単語を調べていくっていう勉強法もあるじゃないですか。終わらないですよね 時間があればいいですけども、はい、あれが会話になったら分からない言葉があったら止まって調べるってできないですよね前後関係で推測するっていう練習必要ですよね、はいうん、そういうのビデオもやっちゃうんですよああすごいそこもまた鍛えるというかそうです、うん、はいい。えっとですねあのそのビデオのバージョンがですね実はですね大きく分けると2種類ありますダウンロードして それをずっと永久的に使っちゃおうというバージョンもしくはオンラインでネット環境につないで w i f i につないで使うもの2種類あるんですよで自分はオンラインをおすすめしますダウンロードするともちろんいつでも使えるんですけども航空の情報が変わった時にアップデートされないのでそのままその時の情報なのでオンラインだと期間は大体2年ぐらいは使えるので まあ2年の間の免許取っちゃうもできたも多分。だからそういうことで,ではあの、新しい情報が入った時には、そこに更新されて、勉強できるというので、もう今では本当に勉強ビデオで知識が身につきますよという時代になりましたね。うん、おすすめです。はい。はい、ビデオ教材を。勉強しましょうというところです。はい。はい、<laughs> 次いきますよ、はいえっと。さっきは、じゃあ、知識でした。はい。なんとなくイメージつきやすいんですけど、今度は飛行技術。 操縦ですよ。うん、操縦をうちで勉強できるかっていう質問ですよね。あ<ー>今の時代はあるんですよ。私たちの時代はなかったです。はい、<laughs> 私たちの時代はさ今の時代は違います。すねはい、羨ましいです。あの小型のシミュレーターがですね、はい、もう手頃の値段であるわけですよ。でしかもこのシミュレーター自分で買ってやるともう完全に自己流になってしまって。 なかなか技術が身につかないんですけども今の時代がありますバーチャルのインストラクターがですね丁寧に優しく教えてくれますねどんな時間でも何度失敗しても常に同じ口調で怒らず丁寧に教えてくれるという教材が出てきてますもう最初これ体験した時で発売した時アメリカで体験したんですよ いや本当に技術は進んだなと思ってこれからどん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 もっと精度が良くなっていくと思うんですが少なくとも今の段階では十分できるものなのかなっていうのがありますねこれですね確かに金額は高いですでも考えようによっては安いと思うんですねシミュレーター本体そしてペダルにペダル付いてましたよねラダーとかねあと AI の共感がセットでだいたい一式で40万円ぐらいです。 なので40万ですね。まあ確かに高いですけども、これ、ずっと使えるんですよ。持っていくこともできるんですよね。持っていくこともそうそうそう。例えば、自分の部屋で勉強しますと。で、じゃあ、それをアメリカに行って訓練するときは持っていける。頻繁に持ち運ぶものではないですね。ノートパソコンで。どっちかというとデスクトップパソコンみたいな。ちょっと移動とかでも全然大丈夫全然大丈夫ですね。でさっっき言た AI なんですけどもあの コンピューターが自動で判断してくれるんですね。科目が、あの科目が33科目ぐらいなんですよ。次回を操縦士に設定されたのが、えっと離陸をするとか着陸をするとか旋回をするとか、細かく緊急状態は何をするとか細かくもう33項目分かれてるんですけども、それぞれ33項目に関してまずビデオがあるんですよ。 この子例えば9000回というスティープターンという練習をしたいってなったらそれを選択するとビデオでまたさっき見てビデオで教えてくるんですよ。こんなふうにするんですよじゃあ練習しましょうかってピッてクリックするとこの教官がはいじゃあこっちをこうしてねって教えてくるんですよ。で失敗するとうんこうじゃないよって教えてくるんですよ。で全部一通り終わるじゃないですかそしたらスコアが出るんですよあなた何点って。 すごいゲームみたいです、ね、ゲームですよ、ゲームですよ、本当ゲームですよ。何点で出るんです、はい、で、それをね、自分の中で、えー、さらに上げていこうとか、視覚化ができるのですごくゲーム感覚で遊べるなと思ってます。はい、すごく便利な教材ですね。自家用操縦士は33科目、えー、景気交証明は10科目かなというのが入ってますね。はいはい、すごく便利な、えー、ソフトなので、もうぜひおすすめです。はい、でこれ、あのー、もちろん、 英語の勉強にもなりますああこのだっっっててずっと英語で喋くるんでででですすねななので最終意味わかんないですよでもだん,だんだん慣れてくるので、はい、あこういう言い回しをするんだなってアメリカ行った時に全く同じような形でアメリカ人の教官喋ってくれるしもっと言うとこれ後から教官の話しますけれども、はい、我々の訓練生って将来教官なんですね。あっ教官ってこんなふうに言うんだっていうのを、はい、後から見直してとか聞き直して。 あ、こんなふうに説明したらいいんだとかこんな言葉遣いをすればいいんだ教官目線で変えたときにそうですよそれがもうつ常にいてくれるので例えば教官になって明日さっき言った9 0 0回の練習をするときにどういった言葉書きをしたらいいんだってその人のパクればいいわけですよねパクリですパクリですまずはパクることからパクリって最高だと思いますよそそこからだん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 できてくると思うのでそうですねそこからまあ自分でこうやってどんどん 落とし込んでいってやっていけばもうパーフェクトですそうですそうですそうですだと思いますはいこれが操縦技術を自宅で身につける方法ですでは次次ですね天気の勉強の方。はい。天気って皆さん日常じゃないですか今日雨降ってるねとか 今日本当に雨降ってますもんね。ちょっと天気悪いですよね。で昨日はなんか一昨日が良かったですね、はいうん。そんな感じでね日常おそらく天気ってみんな見てると思うんですよ。でこれねあの私がもう飛行機やるはるか前の話もうまだあの学生時代に友達と一緒に、はい、あの釣りしに行って釣り船の船長がですよもう本当にうに、ん、もう年,年季の入った船とあの船長さんが「はい、もうすぐ前線通過するから」 っってていうわけでですよ前線何だかほら,ほらあそこにあのすごい黒い雲があるだろうってあれもうすぐこっちに迫ってくるからさそれもちょっと待っとこうって言って,<ー>言ってたんですよ、はい、であの時になん,かなんかかっこいいと思ってしかもなんか天気をなんか自分たちは空パッて見て黒い雲とか雨が降ってるぐらいがこの人はもうすぐ前線が通過するからあの雲が空までちょっと待っとこうねとかっていうわけですよ。はい で俺なんかおおと思ってそれすごく記憶に残ってるんですよ。ていうことを踏まえて自分が訓練をしてで今度訓練を提供する立場になった時にやっぱ一番いいなと思ったのはあの教科書で勉強するのはまあいいんですけどつ,つまらないって言ったりするですけどやっぱり難しいんですよね。天気って日常なので自分が住んでる場所の天気って空見たらいいんですよ。今日だったら さっきまで雨降ってましたでずっと曇りですよねずっと空、はい、もうどんよりと曇ってますよねでそれが日常変わりますよね、はい、その時に毎日の天気,を天気予報ってあるじゃないですか、はい、でおすすめするのは NHK の天気予報 NHK、はい、もうねものすごくわかりやすいですよね、はい、例えば天気情報を見た時にえー、っと今日の沖縄の天気は、えー、雨でとか、はい 言いますよねその時にいろんな言葉言ってる実は天気が大気が不安定だとかねあのうで前線がとか言うじゃないですかなんか聞いたことあるじゃないですか今まで流してるんだけども次から見る時には今の状況って例えば天気が悪いのはなぜ天気が悪いんだろうとか天気が悪いのを説明してくれてるんですよこういう理由で天気が悪いんですとか天気がいい理由天気が悪い理由 雨が降り始める理由、はい、雨が降りやむ理由降り続ける理由風が強まる理由風が収まる理由って変化がありますよね、うんはい、それって天気予報のあの人たちってちゃんと言ってくれてるんですよ。あ多分聞き流してますよね。今までは天気はこうですよあじゃあ今日は傘持っていこうかなっていう視線を逆に考えて、はい、なぜこの天気なんだろうっていう視点で見たら多分視点が変わります。 そうすると目の前の天気図必ず天気図出るじゃないですか出ますね、はい、そしたらこの天気図からあこの天気だったら明日はこうなってだん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 分かってくるんですよ、毎日見てればうん、うん、無料ですから毎日、はい、NHK。そういう視点で見るとこういう天気予報とかのニュースもすごい勉強のつですね面白,ですよ面白いですよ、本当に、えー、すごくもう的確に短く端的にまとめられてるなと思って。 ちゃんとと聞いたことなかったですねなんか今日は沖縄地方雨ですとかくらいのところしか多分いつも聞かないそれは日常生活で全然それで十分なんですけども今日今回あえていうのねパイロットとして空を飛ぶには空を知らないといけないっていう時に、はい、じゃあいきなり気象の本勉強しましょうって言ったら、はい、ハードル高すぎますよ、うん、なので自分が住んでるところの場所で肌で感じる天気今日ちょっと風が強い寒い暑い湿ってるとか。うん ね風が北から吹いてるのか東から吹いてるのか、はい、風がなぜかっていうのをこの天気図とかその気象の予報官たちが喋ってることであなるほどこういう状況によこうなるんだっていうことで勉強できると思いますはいはい、はい、天気予報注意して聞いてみますって和木さんからもコメントが来てますよあ、和木さんありがとうございますそうです天気予報あのー、ぜひ、えー 天気図と一緒に、えー、天気のアナウンサーですね。あの予報士の方が喋ってるのをぜひ聞いてみてください。はい、じゃ。あ、五、はい、<laughs> つ目に進みますね。はい、えっと、仮にですね。えー、ラジオを聞いてる人でも、自家用免許を持っている人って意外といるんですよね。免許を持っている人って。はい、でも、免許を持っていて、もしくはもう自家用免許の訓練をほとんど終わって。 でその次のステップっていうのは景気飛行証明っていうんですけども、はい、そこに進みたいと思ってる方に対してのちょっとアドバイスをお伝えしますね。はい、で、あのー、これ次回を操縦してだけじゃなくて、えー、免許を取得した瞬間、はい、そこが一番パフォーマンスが高いんですよ。<ー>例えば資格試験勉強した時にめちゃめちゃ<ー>勉強してるじゃないですか。はい、で合格しますよね、はい、その次から 教科書開きます開かないですね開かないですよね。もう免許取った免許取った資格取ったって言って終わりますよね。で確実に忘れてくるんですよ。でも免許は持ってると思ってるのでその時の知識と技術が維持できてると勘違いしてるんですよ。ああんかわかる車は毎日乗ってますよね。でもペーパードライバーって聞いたことないですかあります。乗れなくなりますよね。あんな感じですよ。免許持ってるんだけども 乗り続けないと勉強し続けないと確実に知識も忘れるし技術も落ちてくるのはこれは間違いないんですよ人間なんで。だそれを頭に入れた上で意識しないと絶対落ちてくるんで。で面白いのがあのこのカデナで仕事してる時なんですけどももう一生懸命勉強してるんですよほぼ毎日来て勉強してで短期間で免許取ったんですねでやっと本人はもう スストレスが解き放たれて「ああ勉強取った」っつって,ってでもあのクラブのルールで、えー、と最低何ヶ月にか飛ばなくちゃいけないっていうルールがあったので、えー、そのギリギリのですねあの彼の場合は60日かなはい60日ちょっと切らしてきたんですよなので飛ばなくちゃいけなかったんですね、はい、でも本人は60日前のイメージがあるんでああちょっとルール上切れたからえっ、ー、と球一緒に飛んでくれるっていいよって,って飛んだら 本人が自分で「あれ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 なんですよ」<laughs> <laughs> どうしたあっつったら「はい、いやちょっと鈍ってる」とかって言って「いやそりゃそうよ<ー>60日も飛んでないんだからさ」はい、って、はい、でじゃでちょっと質問したら忘れてるわけですよね知 <laughs> 識もね、はい、本人も焦って嘘だろうと思って、うん、でこれ今回60日に1回のチェックだからいいけど1年後にはまたほぼほぼ同じ試験やるからねってクラブのルールで。 でその時に焦っているよりは少しずつやった方がいいんじゃないって話したんですよ。でそれ一回経験したら分かるんですけど、はい、それをしないとみんな忘れていってるんですよね。なのでさっき言った例えばビデオ教材、はい、あれ見るだけでいいんですよね聞き流すだけで、はい、ああ,こんなあそうだったなみたいなのが思い出されるので、うん、あの教材は免許取った後も全然有効活用できるんですよ。お<ー>でお。だってさっきやっぱり役に立つん。 実際このビデオの教材ってこれから免許を取る人、うん、そして免許を取った後の、えー、知識の整理確認に使えますってもうお題目句出てますから,、はい、からずっと使えるんですよそういう意味ではビデオ教材で活用するあとはそのシミュレーターで練習すらいいんですよ単純に楽しく飛ぶのもいいんですけども、はい、やっぱりあの 例えば、例えばかな車,で車で運転してるとま、はい、まあ、まあという走り回りますけどうん、うん、振り返ってみると教習所で習ったあのクランクとか <S,、はい、<S, S 字とか、はい、車庫れとか重冷駐車って普通にやるじゃないですかありす、ね、でもなんかあんなクランクとか S 字ってなかなか日常生活でないですよね坂道発信のいろいろあるじゃないですか、うんはい、ああいうのってやっぱりその時はできてますけどもしばらくたってみるとえどなだったっけってあるじゃないですか。うん そうういいいパイロットの科目っってぱあるんですよそれをその AI の教官がじゃあ今日やるよみたいななんかあたかも私が今日初めてやるみたいな口調で話すんですけどそれをやって「グッジョブ!」って言われるからそういうのを定期的にやって免許取ったら確実にも高得点を維持するわけですよ楽しみながらゲーム感覚でいいですねそういうのがやっぱりね大切なのかなと思いますね。 で、あとはこれもね、あの、次回を掃除取った人が言ったんですけども、はい、免許取ったから、はい、もう訓練しなくていいから、うん、もう本当に空にを自由に飛び回るわけですよ。まあ、それも醍醐味ですよね。はい、例えば沖縄から出て行ってね、名屋の上であちこちでこう遊ぶわけですよ。はい、楽しかったって言うんだけど、こそこをあえて、そこも大切だけども、はい、やっぱりちゃんとその、目標のね、高度とかね、速度とかね、進路とかっていうのをきちっと守って、うんうん、そういう練習もしとかと、次の訓練行った時に錆びてるよって。 すするんですよま、はい、っすぐきれいにこの直線上を飛ぶとか、うん、このコードをピタッと飛ぶとかっていうのは、はい、やっぱり練習しなくちゃいけないじゃないですかだからその技術は持ってるんですよ試験合格した時には、はい、で各自落ちてくるのでそれに一回もう一回戻って、うん、しっかり練習をしておきましょうとか、うん、ありますね。 大切です、ね、大切ですねこの辺はですねあの、はい、今,今からお話しするのかなり専門用語になっちゃうんですが、はい、あのパイロットの資格をお持ちの皆さんぜひ聞いてくださいねえっと飛行機のピッチピッチピッチって言います要するに上か向下向いてるかといピッチですね、はい、でそれと、えーまあ、左右と曲がってる姿勢ですよね、はい、でそれと飛行機のパワー,ー車でいうとアクセル、はい それのの組み合わせがが飛行機のパフォーマンスになるるっていう,もう公式があるんですよ<ー>自分の姿勢そして飛行機のパワー,パワーそれが飛行機のパフォーマンスパフォーマンス何かというとまっすぐ飛んでるのか、はい、要するに100ノットっていう速度で飛んでるのか100の120ノットっていう速度で飛んでるのか遅く飛んでるのか、はい、それとも上昇してるのか何ノットで上昇してるのかどのぐらいの効果率で下がってるのかみたいなものはいろんな組み合わせで飛ぶんですけども、はい、それを 今まではなんとな,んな,んとなくパーしてしピッてやれば、はい、飛行機飛んじゃうのでうん、うん、それを自分はこの高度に向かって何ノットで何フィートパーミニッツで上昇してとかいうのを全部作り上げるんですね<ー>自分で表で、はい、その表をもうを頭に叩き込んでやっていくとかま、はい、っすぐあの地面から出てる電波を掴んでそこからもう,もうずれなくピタッと飛んでいくとか。はい そういう練習をしておかないとじゃあ自分今度ケーキ取ろうかなって言った時に、はい、なんかかなりラスティーというかもう錆びついてしまってるという状況になるうん、うん、あので <laughs> あるじゃないですか普通に勉強してても、はいうん、あなんかやったけど忘れたなみたいな実際使おうと思ったらもう一回教科書開かんと分かんないし、はいえー、その教科書もそもそもどこにあったっけみたいな。うん そそういういののででなります、ね、のなります辺ねしっかり、えー、復習をしながら、えー、VR のトラッキングとかね、えー、そのピッチパワーでパフォーマンスというものをですねちゃんと自分の証言を作って練習するというものちょっと専門用になりましたけれども、はい、そういったことで、えー、景気高に進んでいただきたいなと思います。ーーパーさん、えー、熱いセランが覆われて とか言ってるので、そのの使用されてると雲が厚いか大変だなと思いますね。あコメントありがとうございます。はい。どのぐらい厚いかっていうのまたいろんな天気図を見るとわかるんですけどね。お<ー>雲がどのぐらいの高さでどのぐらいの厚さで何層あってとか、はい、そういうのも勉強していきます。<ー>だって上に飛ぶので。はい。うん、じゃただ単にまあ雲が厚いっていうだけではなくて、そのまた厚さの具合とか。うん。 やっぱりできるだけ雲に入らないで飛びたいんですよ、外見えるし、はい、安定もするし、気流も安定しているので、はい、じゃあ、どのコードを飛ぼうかなとか、うん、じゃあ、どっから雲が増えてくるのかなとか、そもそも雲が増えすぎて、地面が見えなくて、降りれない可能性もあるので、はいうん、そういう意味ではやっぱり天気はすごく大切ですけれども、はい、楽しさから入った方がいいですね。うん、やっぱそうでですね勉、うんうん、勉強勉強私嫌いなので、はい 楽しい。ところから。おすすめします。はい。お、この子いい予定ですね。五つ前半で終わりましたね。なので、じゃ、一旦休憩、休憩。C. M.。C. M. に入らせていただきます。あ、ありがたいです。ねコインがいただきましたね。はい。ありがとうございます。延長されて。ありがとうございます。よしよしよし。 無事に、うん、無事に、前半に伝わりましたね <laughs> あと5つやっていかないといいですよでもなんか英語の勉強の懐かしかったですよそなんかいろいろ、いろんな方法を教えてもらって、うん、なんかそれも多分教えてもらったんですよなんかディズニーとかの簡単な映画とかを字幕と音声、英語でやったら、うん だって子供が使う英語ですからね。うんはい、やっぱなんか字幕で見ても簡単なやつが多い。<laughs> シンデレラとか見てます。ああはいはい。いいかもですね。自分は訓練行った時に、はい、当時流行ってた映画を一本誰、はい、だったかなバックドアフューチャーだった。復活だね。<laughs> それをまる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 録音して当時の大ォみたいなカセットテープですよ、はい、当時。 そこに丸まら録音をして、それずっと聞いてました、音声で。映画一本丸まらずっと聞いてました。だから。映画を。映画を。映画を。当然あの映画音楽も聴けるし、効果音とかでセリフもそうですよね。当然頭の中でもう状況浮かんでるんですよ。でその時耳しかないので、こんなにこんなに言ってるんだって。で聞けないもう聞き戻したりとか。あそこそこのセリフをひたすらパクって。 いつ五つ買おうかみたいな。ああ、これをじゃあどこで買う？このセリフ五つ買おうかな。五つ買おうかっていう。なんか聞いて <laughs> ああとかなるだけでめったに使わない。そ,そうそう、スパないですね。ね二十秒前です。早い。早い。後半あと。 はい、C.M. 時間 C.M. 時間でもですね、あのいろんな英語の話しましたね。はい、面白いですね。あのやっぱ勉強方法っていろいろあるからって思います。うん、その人に会わないもあるだろうし、ただ楽しかったですよ。だって日ね C.M. 中に話したのは英語映画を丸々一本録音してずっと聞き流す。はい。ずっと映画を聞いてるわけです映画を聞くって面白いですね。うん。で、その役者さんがセリフを聞いて真似して喋るわけですよ。 ででも当然スペルななんんかかわいすこんなこと言ってるんだなーっていうのはこんなセリフなんだなーぐらい<ー>でも本当か100%の確証はないんだけど、はい、でもこんなイメージ、はい、なんだろうな多分こうなんだろうなーっていうのを今度はどこでそれ使ってやろうかな,な <laughs> もう自分のものにしてそうそうそうだから聞いてる外国人からしたらなんか,<ー>なんか変な英語しゃべるの時々なんかかっちょ英語しゃべってるみたいな、はい、<laughs> やってましたね。 じゃあ後半は、景気飛行証明を持っている人こうなると,ちょっと人数が少なくなってくると思うんですが、はい、まあもしくは景気飛行を取った後のイメージをしてくださいこれ実はです、ね、自分のブログにも挙げているんですけども、えー、こういう実例がありました家庭の間、えー、で飛んでてもう何年かな飛んでる時に、あのー、3年ぐらいかな平日はほぼ毎日飛んでる生活ですよ、はい、仕事としてね。 でまあ、訓練生に対して教育をしているんですけれども大体天気がいい,いい時しか飛ばないんですね。はい、で景気故障っていうのはその周りの天気がまあ若干悪くて、はい、雲の中飛んだりとかするので結構、上級な技術が求められるんですけれども、はい、やっぱり技術とはどん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 錆びついていくので、はい、やっぱり共感とはいえ錆びつくわけですよ。なので サビついてるみんなで分かってるんですよ私も教官も全員含めて <laughs>、はい、でそれをだいたい毎年一回チェックするんですけどもやっぱりサビつお互い錆びついてるんですよでもできるんですよ上手じゃないんですよ一応はできる <laughs>、はい、一応はできる,一応,できる一応はできるあの自分の中でもっとうまくできるけどなでもできない錆び <laughs> <ー>ついてるの、はい、そんな中、えー、仕事があって東京に、はい、半年間東京行ったんですよ、はい 3年間一切飛行機飛べない状況になったのでこれどうしようと思ってうちにあった勉強用と教習用のちっちゃいシミュレーターデスクトップシミュレーターを持ってたんですね東京にに持って行ってそこにボーンと置いてやることないから仕事終わったら夜はもうひたすらパソコンの前にあるのでこれで練習しようという経験機構の毎回アプローチをしていくちょっと専門用語になるんですけども。 例えば各空港、那覇空港とかね、羽田空港とか、はい、まあそれこそあのディーパーさんの熊本空港とかね、はい、いうところは、各空港に滑走路があるじゃないですか。はい、その滑走路にこう入ってくるために、外が見えなくても、この景気化だけの情報で、こんな角度でこのほ、このルートで、この高さで、全部地図に書いてるんですよ、<ー>実は。それ、全部世界共通の言葉で書いてるんですよ。はい、どこのポイントから。 どのぐらいでどんなふうに入っていってだん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 降りていって目の前に滑走路が見えるっていうのがあるんですね。それを分厚いのがあるんですよ。でシミュレーターがあって毎日やるのはパーンってパンと開いて開いたところもうそこそこそこやるんですよ。見たことない空港もあるんですよ。 こっからこっちのポイントからこんなふうに入ってじゃあこの高さでもう頭の中でシミュレーションするんですよまずは頭で組,<ー>組み立てるんですよ、はい、でやって、まあ、一応ねその資格も持ってるし教えられる資格も持ってるので、はい、その辺は全然問題ないんですよただ面白いのは自分の中でもうゲーム感覚でもう5分でストップ落ち決めて、はい、ス,ト <laughs> ストップ落ち決めてやるんですよね、はい、で5分経ったらもうその頭のイメージでシミュレーターをセットするんですよそこに。 スタートしてセットするんですよ。はいはい、でもポーズを解除で飛び始めるわけですよ。で本当の飛行機で飛び始め飛びながらセットするのいっぱいあるので、はい、その辺は解除したと同時にこれを目の前にしてセットして飛びながらセットして目の前雲で何もないんですよ、はい、セットしながら1人でアプローチブリーフィングをやってでコンタクトしてこう行って最終的に滑走路が見えるギリギリまで行くんですけども、はい、でも滑走路が見えない状況に設定してるので、はい。 そこから今度はミスタープローチで着陸にやり直しにまで行って着陸にやり直しをしたらそこでしばらくホールディングで待っておくっていうのを毎日日課でやるんですね。しかも毎回やってる飛行機があのあ飛行機だというあのエンジンが2個ある飛行機なんですけども、はい、あのプログラムでこのスタートしてからこの全体の流れのどっかでエンジン止まるんですよ必ず必ず。必ず どこで止まるかはコンピューターがランダムにセットするのですすごいですねです設定してるのでこっちドキドキですよね、はい、再作るかみたいなで, <laughs> で,でも,でも、まあ、電磁が止まっても大丈夫なので、はい、その手順さえすればいいとうん、うん、いうのを毎日練習してたんですねうん、うん、楽しくて楽しくてああでもなんかそんな感じでやったらちょっと楽しそうですね自らちょっとこのゲーム感覚で楽しい、ね、ちょっと何かいろいろ負荷をかけながらそう、うん とはやっぱり失敗するときもあるんですよ、はい、やっぱり、うん、そのとき、ああ、あの時こうすればよかったなみたいなのはやっぱり、今の段階で練習してると、便利じゃないですか、はいうん、その反省点を踏まえて、またやってみたいな感じですかそうそうそう、インストラクションするときにね、こんなミスがあったんだよって、あのどっかの訓練生がないって、まるごと他人事のように言 <laughs>、はい、<laughs> うごとしたりね。はい ネタにもできますけど、こんなことしたらこうなるぞって言って、実は俺がやったんだけどみたいな。こういうの見たことあるよっていう、実は。その内容はですね、実は私のブログに細かく上げてますので、ぜひ見ていただければなと思います。そしたら、ですね、今度はさっきにもちょっと通ずるんですけども、免許を取った後にどうするかというところ。 で当然さっき言ったような資格取得すると技術も知識も落ちていく言うじゃないですか、はい、まあそこもあるんですけども例えばさっき言ったシミュレーターを置きますとでみんな自分の訓練した空港で飛びたがるんですよねああ<ー>みんな慣れてるからか慣れてるからそれはリアルだったらそれでいいんですよ、はい、本当の飛行機なんで、はい、でもシミュレーターじゃないですか失敗してもいいじゃないですか、はい、あえて飛んだところのないとこを、はい あえてやるんですよそれこそもシミュレーターだったらいけないところもいけるいもちろん,もちろんプラスに考えればそういうところをやり決めるわけです、はい、この私がアプローチプレートをパーンって開いたように、はい、今日はどこ行こうかなって決める時にあのいきなりピンポイントで決めると本当に天気が悪いかもしれないので、うん、まずはん天気がいいところをまず選ぶわけですよ。はい あ今日この辺天気にな、まあ大体カリフォルニアいいんですけどね、はい、じゃあカリフォルニア天気でカリフォルニアのじゃあどこ行こうかなって言って自分が行ったことのないエリアあえてじゃあこの空港に行こうって,って、はい、で決めるわけですよでじゃあこの空港からじゃあこの空港に行ってみようってまあ本当ちっちゃくいいんですよ、はい、30分ぐらい行けるところでいいんですよ、はい、選んでで本当に飛ぶかのように、はい、気象もチェックして、はい、飛行計画ってプランニングもちゃんと作って。 でそのフライトプランニングもちゃんとパソコン上であのアップロードできるんですよ、今の時代って。えー、で、アップロードして、で今のパソコンっていうか、そのインターネットのシミュレーターは管制官がいるので、さっき共感は AI って言いましたよね、はい、バーチャルなんですよ。はい、でも管制官はリアルな人間なんですよ。リアルな人間がいるんです ちゃんと完成してくれるんですよ本当の完成感じゃないですよあくまでもパソコン上のシミュレーター上のインターネット上の完成感がいるといことですよねすごいですねその完成感にちゃんと話もしなくちゃいけないんですよでそこにちゃんと飛行系かフライトプランニングを出さなくちゃいけないんですよめっちゃリアルですよねすごいですでそういうのをやっぱり飛行系重ねていかなくちゃいけないのであのシミュレーターを遊ぶ道具じゃないですよもうそれで自分を鍛えるんですよ 飛行計画を作る天気を見る飛行計画を作る、はい、そしてファイリングをするそして管制官を呼び出す、はい、もう本当の生の人間出てきますからねこっちのいいことがわからんかった向こうは制限って言いますからね <laughs> で向こうが言ってることを無視すると聞いてんのかって言われますからね怒られますからね <laughs> で同時期にたまたまその時間に飛んでる飛行機がいれば、はい、世界中のどっかの人が飛んでるんですよ実際にああ何かちょっとオンラインゲームみたいな感じオンラインゲームですオンラインゲームですそう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  向こうオンラインゲーム上の飛行機とかねヘリコプターとかねジェット機とかねいう人たちが向こう側にいるわけですよいるんですねその人たちが喋ってる様子も聞こえるんですよ当然自分が喋ってるのも彼に聞こえてますよもうオンラインゲームですそれで実際に飛んでいくわけですよもう結構リアルですよねでそうやって実際クロスカントリーって言って A っていう空港から B っていう空港に飛んでいくで B っていう空港に着陸をしたら今度はせっかくなんでもう免許持ってるのでじゃあタッチアンドゴーしようと しかも管制官の指示を受けて、はい、もうリアルな世界をシミュレーターでやっちゃう<ー>これやらないとどん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 技術と知識が落ちていきますはい面白いぐらい落ちていきます <laughs> ショックぎるぐらい落ちますへえ<ー>だからこれを普段から継続しておくとあの実際の本番ではあの結構いけますよでもすごい本当に話聞いてたらリアルな すごいリアルさがすごいので,リアルですね、はい、今の世界は本当に、うんはいういうところです。す勉強になりそうですね、はい <laughs>、はい、はいえー。それがじゃあ、資格取得後の訓練方法、はいえー、次にですねお届けするのが、はいえー、教官免許取得、これ、われわれのコンセプトなんですけれども、免許取るだけじゃないよ、教官免許まで取らなくちゃいけないよっていうときに、はい、じゃあ教官免許を取得するまでのお得な お得,お得な勉強法。<laughs> お得な勉強法。お得な勉強法。一般的の方法は、はい、もちろん次回を取ります、景気取ります、はい、事業用というプロの免許を取ります、そして初めて教官になりましょうという過程に入るんですよ。はい、そこでもういきなり、うわー、困ったになるんです、はい、しかも短期間、うんうん、数か月ですね。はい、標準に1、2か月じゃないですか。はい 1>, 1、2ヶ月でも教える免許を取らなくちゃいけないと、はい、取れる人もいれば取れない人もいるんですけども1、2ヶ月って早いですね。早いで、すすよ、よほんと数ヶ月ですよ、はい、で、それ取るのも大変ですけども、はい、取った後も大変なんですよ。取った後も、うん、<ー>資格はもらったものの、はい、目の前に、あのー、与えられた生徒たちに対応できないんですよ。はい、おー それはなぜですか、あのー、自分がこう免許を取ってきた過程と今、目の前にいる訓練生のバックグラウンド全く違うので、はい、自分の入れ方を教えても分からないんですよ。はい、人に説明するときに一発で理解できないわけですよ。うんはい、その人は理解してくれないんですよ、うん、でなんで分からないんだって訓練生が言ったあんたの教え方がおまずいんだないですかの教え方ないのかって。<laughs> そうですね いろんな教え方ができてこそ教官というかですよね、はい、学校の授業を今まで小中高大学受けてみて、はい、いろんな先生いますよね,ね教え方が上手な先生、はい、下手な先生っているじゃないですかあんなイメージですよ<ー>でそこにいきなり、ね、数か月で免許を取ってそこに教団に立た,た,たされて飛行機に乗せられてあたふたするわけですこれが一般的な方法 <laughs>、はいはい、おすすめの方法、はい、これ自家用の一番最初の訓練から意識するんですよ 自分は共感になるんだっていう、はい、自分は共感になるんだってまず、まず意識すること、はい、そこから始めます。<ー>じゃあ、意識するポイントをお話しますね。はい、基礎課程である自家用家庭、景気課程ってあります。はい、これ、最初で取る、まあ、一番本当に基礎の基礎ですよね。はい、その時にもちろん訓練生として授業を受けるんですけども、自分が分からないところ、はい、自分ができないところっていうのはメモするんですよ。はい、多分いっぱいあると思います。はい、そこができた時 分かった時。このポイントでできた。分かったっていうのをメモするんですよ。それは自分の経験。はい、なんとなくぼやーっとしてるのがあ。あ<ー>この先生のこの一言。えー、自分のど自分の同期のこの一言<ー>ネットを見てたら、この記事フライトをしてると、あのちょっとしたきっかけみたいな。はいうん、教科書にも出てるんだろうけども、その一瞬ってポイントがあるはずなんですよ。はい 何かの技術を身につけきっかけでそれが分かるようになったかみたいなとこですかそれは自分自身がそのきっかけで分かったってメモしとくんですよねでそれ将来になったらそのきっかけ忘れてるんですよできてしまってるからなんで車庫入れができるようになったんですかって今できますよねどのどっかのポイントで最初苦しんでるんですよなかなか車が入り幅寄せができなくてでもあるきっかけでああっていうのがあるはずなんですよ じゃあその社交を教える時にその自分があってなったところをまず教える、はい、そしたらその人もしかしたらあって言うかもしれないけどもいや何それって言われるかもしれないけども、はい、でも少なくともそこでポイントは控えておく、はい、将来の教える時の自分の引き出しになるので、はい、教えるコツのねなので次回はとケーキは自分のわからないところできないところメモするこれ一つはい でこれ我々の訓練生もそうなんですけども、えっと、同期チームがいるので、はい、その人たちに教える練習をさせるんですよ<ー>例えば彼らが、まあ、あの我々、えー、沖縄で訓練してますけども、はい、訓練が終わるとこのアメリカ行きます、はい、アメリカ行くとたくさんの人たちがいます、はい、もうバラバラですその人たちにあの聞かれたら教えてあげる、はい、もう我々の訓練生ってある程度知識ができる状態なのでアメリカの訓練生からしたら ちょっと教えてよよっててううわけですすそると教えてあげればいいんですよ、はい、教えてあげる練習がその試験の時にも試験官って聞く内容とほぼ一緒なのでうん、うん、え例えば極端な話さっき天気の話しましたよね、はいえっと、なんで今日天気悪くなるのって言ってるのかなってど同期がクラスメートが聞くじゃないですか,、はい、なんかさっきさウェザーブリーフに来たら今日なんか前線が通過するからって言ってるんだけど「うん、え前線って何だったっけ?」って聞かれるじゃないですか。はい さあ前線ってこうだよ説明しますよ、ねうん、試験の時も同じなんですよ試験官が訓練生に受験生に分かってますよ試験なんで、はい、今日前線通過するの、はいうん、前線で何お<ー>同じこと聞くんですよ、はい、だからそれの練習を最初からしとくんですよ、はい、周りのクラスメートに聞かれた質問を答えるという練習が、はい、試験の時の口実の対策にもなるんですよお あこれも大事ですね、うん、そういう発想で、えー、勉強してほしいなと、はい、じゃあそこでじゃあ自家用家程景気家庭取りました、はい、そしてアメリカにまあうちに行ってるんですけども今度プロになるためにまたさらに100時間とかね百何十時間もうひたすら飛ばす時間があるんですよはいその時間を有効活用する、うん、もうひたすら飛んで飛んで飛んでもう飛行時間身につけて早くプロになりたいんだぜって気持ちも分かるんだけども、はいうん でもその先は教会になることなので、はい、その期間中に座学教官という資格を取得するんですよ。あそういう資格はあるんですよ。座学教官で資格を取得する。はい、でもその資格を取得するためには教育心理学を勉強しないといけないですよ。はい、自分で。はい、もうその辺なったらもう自分で勉強できます、はい、で。教育心理学を勉強して座学教官を取得して、はい、その 勉強内容と今度資格を持って同じようにクラスメート同僚にあの教えてあげる、うんはい、そうすると教える今度質が深くなってくるのでお<ー>それを練習するボン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 練習するなるほど教える練習をとにかく練習しないとあの試験の時も苦労するし実務でも苦労すると、うん、そうですねやっぱ実際やらないといざはいじゃあすぐに教えてとかってなったら対応できないですもんねそうなんですよってなりますよねいくら勉強しててもそう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 、うん あとは飛行機乗った時の話なんですけども普段我々訓練生っての左席に座ってるんですよ。それを右席でやるのが共感なんですね。じゃあ右席で飛ばす練習をするとかそれは慣れちゃえばすぐできるんですけどもあとはそれを面白いのは自分のフライトを実況中継するんです例えば車の話車に乗れますよね普通に道走ってる時に信号を見て止まりますよね移折する時に確認しますよねって今多分自然にできてるはずなんですよ。それをあえて言うんですよ。 今自分は信号を見ている,る、はい、バックミラーを見て後ろの,トラフ後ろの車がないか確認する、はい、後続車を確認するみたいな自分が見てるところを考えてることっていうのを口にする、はい、しないと例えばなみさんが教官で「はい、見とけよ」っつって。はい ーっっってててて運転しこの辺走はいやみろ何をどうするんですかってなるじゃないですかそれを一つ一つ今私はね信号見てるんだよ後続見てるんだよそば見てるんだよこうするんだよウインカー入れるんだよっていうのはあなるほどねってそれは練習じゃないですかそれを飛行機乗ってる時に練習するんですよ一人で右席乗って今こんなふうにして何を見て何を考えて何を触って足はどういうふうにしてっていうのをしゃべっておけば。 別にお金いらないし自分の時間だしそういうものがあるとナイトではその教官入った時に苦労の仕方は全然違うんですよ。はいというのが教官までの練習情報ですね時間が少なくあっという間ですね。 えっとですね、はい、あとはアメリカのね、あの事業をお得にする方法として、はい、えっと、シミュレーターをとにかく活用しましょうというところも一つでした。はい。じゃこれはね、あのーえー、シミュレーター活用する方法、はい、そして多発からやって単発に取るという、あのー、究極の方法、はい。えー、あとはそのネットのリソースをどんどん活用しようと。うん、もう無料で見れる情報がいっぱいあるので、うん、はい。 逆にいっぱいありすぎて大変なんですけどもそ,、ね、その辺をです、ね、あの細かくちょっとお話ししていきたいなとこれ多分もう、はい、次回だねきっとねこのうねもう残りが短いのでね、はい、もう残り2分くらいになってきてしまいましたね、はい、というものでさまざまなお得な情報というかその訓練のうーん便利な情報っていうのかな、はい、いうのを、えー、お届けしていきたいと思ってますで今日お話しした内容の一部に関してもすでに私のブログにあげてます、はい で、今お話した内容も今後はブログに、あの、少しずつね、単発で上げていきたいと思いますので、はいうん、えー、先週もお話したように私のブログ、えー、タマナハパイロット、はい、えー、日本語でも、えー、カタカナでも、漢字でもいいんですけども、タマナハパイロットって検索すると、フライングジャズマンという私のブログに、えー、ヒットすると思います。はい。えー、そちらの情報から、えー、いろいろ勉強していただければいいなと思っております。はい。はい、そこからいろんな情報をちょっと、はい、 調べていただければと思いますね。すねはい、あのーはいうん、冒頭に話したパイロットになるための情報をお届けする番組です。はい、<laughs> <laughs> おしゃべりも入ります。<laughs> 勉強になっていただけると助かります。はいうん、はい、ではじゃあ来週もですね、あのその引き続きもしかしたらまた別の話もするかもしれませんけども、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。 はい,はい。コロナウイルス感染者。え、感染者なんですか、えっと。北海道の方なんです。北海道はコロナウイルス感染者155人になりましたが、沖縄は大丈夫ですか。沖縄は今のとここまだ寒いじゃないですかは。はい、寒いで留まってます。ですよね。はい。あ、リーパーさんありがとうございます。お疲れ様でした。また頑張りま面白い話、ありがとうございます。良 <laughs> かったですね。ね <laughs> そう言っていただけるとうん、うん、ね、訓練が面白くないとつまんないですからね。うん にでもそうやって考えたらやっぱりあれですねこの普段の練習の時とかもただ単に練習じゃなくてそういう後々のことを考えて、うん、例えば教科にやった時にじゃあそういう視点で見たらまた変わります